他の人と違うというのはごく当たり前のことだ。みんな顔のパーツが一つ一つ違って、位置も違って、骨格も生まれ持った体質や性質、性格、いろんなものが違う。だからどんな個性であっても本来なら認められるものだと思っている。だけど顔や性格、体質は違って当たり前だけど、それ以外は認められないことがある。どこからどこまで違って当たり前で、どこからどこまでが違っていたらおかしいのか、僕にはまだわからない。なんで僕だけなんだろう。人間の指は5本。それはきっと普通なんだろう。普通って何？大多数が同じだから普通？顔はみんな違うから違うのが普通？だから僕みたいに6本ずつ指があるのは個性ではなく障害になってしまうんだろうね。ヒロヒロ探偵団。ねえ、どうして僕の指は6本なの？なんでかしらね。神様がそう決めたのよ。僕には弟がいる。でも指は5本ずつ。お父さんもお母さんも5本ずつだし、友達も5本ずつ。でも僕だけ6本。どうしてそうなったのか聞いてもみんな困った顔をする。あなたはどうしたい？どうしても指が気になるのなら病院に行く？どうしてなのか知りたいだけなんだ。先生は教えてくれるかな？きっと教えてくれるよ。大丈夫。自分の指に対して4歳の時からずっとなんでどうしてと思って生きてきた。弟ができてからはなおさらだ。どうして僕だけ違うんだろう。いつもそう考えていた。今の僕は8歳。でも別に嫌だとか気持ち悪いとかそんなことは思ったことはない。お母さんによると僕が2歳の時一度病院に行ったことがあるんだって。これは親指多指症というものでね、だいたい1500人に1人の確率で生まれます。珍しくはありません。ほとんどの場合が余剰指の切除を選びますが。多指症ですか。ちょっと考えさせてください。病院に行った時お母さんはすぐに手術を選ばなかった。なぜならお母さんは医者よりも成人を信じていたからだ。うちの子は多指症と診断されました。なぜこうなってしまったのか。心配には及びません。あなたの息子は神からの試練を授かったのです。神による試練を手術という形で無駄にするということはこの世の断りに抗うのと同じこと。神の試練。手術をしてしまえばその分大きな罰を受けることになる。おそらくあなたの息子は手術をすることで視力を失うだろう。視力を？我が子にその試練を全うさせなくてはならない。分かっているね。はい。そしてお母さんは2歳の僕に手術をさせないと決めたという。そんな、あまりにも非科学的です。でももし本当に失明したらあなたは治療できるんですか？責任を取ってくれるというの？そもそも手術することで失明なんてそんなのは前例にありません。ですがこちらは希望しない手術を行うことができませんので。多指症の手術をしないまま大きくなった僕は多指症である理由を聞きにお母さんに連れられて病院へと行った。すると当時担当してくれていたお医者さんが僕に説明をしてくれた。いいかい、君がお母さんのお腹にいる時に少しずつ体が出来上がっていくんだけど、指が作られていく時に親指が2本に分かれて作られてしまったんだ。だから君の指は6本なんだね。へえ、お腹の中にいる時に上手に作られなかったんだ。ってことはこの6本目の指ってもしかして親指ってこと？そうなるね。君はどう思う？この指に対してどんな気持ちを抱いてる？君が望むなら手術することもできるんだよ。手術？僕はそう言って黙ってしまった。確かにどうして僕だけっていつも考えていた。人と違うこと、どこからが個性でどこからが変なのか、そういうこともたくさん考えたりした。答えは出ないしよくわからなかった。でも正直この指を手術で失うと思うと少し怖かったし、何よりそんなに不便なものではないと思った。指6本？きっしょー。お前そんなことでしかからかえないのかよ。人と違うことを指摘したいなら俺だってしてやる。お前その年でおねしょしただろ。布団干してやったの見たぞ。自分に自信がないからそういうこと言えるんだよね。ほんと最低。なんだよ、うるせえな、バカバカ。ごめんね、僕のために。あんなの気にしなくったっていいよ。ほらドラゴンハンターしようぜ。いいな、俺も指がもう一本ずつ両手にあったらもっとかっこよくプレイできるのに。木登りもすごいよね。
人間全員の指が6本だったらきっともっといろんなことができたよね。嬉しい。実際ゲームも指が6本あることで難しい操作も難なくできていた。僕が住んでいるインドではクリケットが盛んだけど、クリケットをしている時や木登りの時にも役に立つ。ここは田舎だからなのか、友達の中にも僕の指が6本だからって差別する子もほとんどいないし、いたとしてもみんなで言い返してくれる。これだけみんなが僕の特徴を尊重してくれるんだから、今のままでもいい気がする。確かに人と違うと思う、変って言う人もいると思う。でもこの6本目の指だって僕の一部であることには違いない。だから僕を切り離す必要もない。そう思った。大人になったらもしかしたら僕の指を指摘する人がたくさん出てくるかもしれない。辛い思いをするかもしれない。だけどそうなったらその時に手術をすればいい。そう思った。僕、自分のこの指が嫌だって思わないんです。お母さんから手術すると目が見えなくなるって言われたけれど、僕にはそういうことを抜きにしても今はいいかなって思うんです。この先悩むことがあったらまた来てもいいですか？いいよ。ただ放っておくと機能障害が起きる可能性もあるから、何かおかしいと思ったらすぐに病院においで。わかりました。そして8歳の僕は手術をしない決断をしたんだ。手術をしないことで負うリスクもある。だけど今はこのままでいい。そう思ったんだ。20年後。ではお母さん、これから手術を行いますが、決して大きな手術ではありませんので安心してください。ありがとうございます。よろしくお願いします。28歳になった俺は小児外科医になった。その理由はまあ簡単なことだよ。俺の幼少期はすごく恵まれていた。周囲の環境にもね。でもそういう人ばかりじゃない。人と違うことでいじめられたり冷やかされて、そうしているうちに心が傷を負ってねじ曲がってしまうこともある。俺はただそういう子供たちを減らしたかったんだ。世界を変えることは俺にはできない。差別をなくすことも、それを法律で定めるようなこともできない。でも差別される前に未来を変えることはできる。これを諦めただけという人もいるかもしれないね。確かに世界を自分一人で変えることを俺は諦めた。でも自分にできることをするという手段を俺は諦めなかった。俺自身もあれから機能障害の前兆があったから、結局数年後に手術をした。母さんはすごく心配していたけど、結局失明はしていない。今は5本の指で生きている俺だけど、自分が多視症で生まれたことを誇りに思っているよ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ゆらゆら探偵団。